はい、皆さんおはようございます。ただいまから第396回電力ガス取引監視等委員会を開催いたします。本日の議題は、議事次第にあるとおりでございます。議題に入る前に、議事や資料の取り扱いについて、事務局よりご説明をお願いいたします。はい、総務課長の田中でございます。よろしくお願いいたします。本会の開催につきましては、オンラインの開催といたします。第1部については、公開案件でありますが、新型コロナウイルス感染症対策のため、今回はご調査を受け付けないこととさせていただいております。なお、第1部の議事の模様については、インターネットで同時中継を行っております。第2部の議題については、個別の民間企業の情報等を取り扱うことから、議事は非公開とし、議事要旨を本日委員会ホームページに掲載することといたします。その会議資料について、情報公開請求があった場合には、その対応について改めてご相談する扱いにしたいと考えております。念のため、ご確認いただきたく存じます。また、本日、北本委員は所要のためご欠席でございます。はい、ただいまご説明がありましたように、議事次第において第2部として記載されている議題については、非公開での開催とさせていただこうと考えておりますが、異存ございませんでしょうか。はい、では、ただいまお話になった通りにさせていただきます。ありがとうございました。それでは、議題の1、新型コロナウイルス感染症の影響にかかる特定小売供給薬価の特例認可等について、に関しまして、田中総務課長からご説明をお願いいたします。はい、それでは、資料の3の方からいただけますでしょうか。新型コロナウイルス感染症の影響にかかる特定小売供給薬価の特例認可等についてということでございます。趣旨でございますが、以下に記載する申請者から2022年11月17日および18日付で、経済産業大臣宛てに、特定小売供給薬価によりがたい特別な事情がある場合における供給条件の認可等を求める申請があり、資料3の1の通り、経済産業大臣が意見の求めがあったということでございます。これらに対する回答についてご検討いただくというものでございます。はい、それではですね、ページ表として70行目をご覧いただきますと、こちらの電気に関してということについては、申請者に関しては、これは先月までと同じ人ということでございまして、で、内容につきましてもですね、80行目にあるとおり、この2022年10月26日に認可を受けて実施する特例措置について、以下の2点について措置しようとするものということで、この82行目以下に記載の通りですね、8月検針分、9月検針分、10月、11月検針分について、支払い期限をさらに1ヶ月延長するとともにですね、89行目に記載の通り、新たに11月検針分の電気料金について、支払い期限を1ヶ月延長するというものでございます。91行目以下も、こちらガスに関しても同様ということでございます。で、111行目以下にあります通り、こちらの引き続きですね、一時的に電気料金の支払い困難との需要からの申し出に柔軟に対応すべき必要があるため、120行目以下4ポツにございます通り、本申請については、薬価によりがたい特別事情がある場合における供給条件として、認可等をして差し支えないものと考えられることでございます。従いまして、124行目である通り、委員会として、経済産業大臣が本日にかかる認可等をするところに異存はないので、経済産業大臣に回答することとしたいというものでございます。以上、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。それでは、ただいま事務局からですね、ご説明のありました内容につきまして、委員の皆さんからご質問、ご意見、ございましたらお願いしたいと思います。ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは、事務局からご説明がありました通り、委員会として意見回答することとしてよろしいでしょうか。異論がございませんようですので、事務局案の通り、経済産業大臣に意見回答することといたします。ありがとうございました。それでは、議題の2に移ります。料金制度専門会合の構成員の変更についてに関しまして、田中総務課長からご説明をお願いいたします。
はい、それでは資料4の方をご覧いただけますでしょうか。こちらの料金制度専門会合の方向性の変更についてということで、ございます。こちらでございますけれども、当委員会の下に設置されている専門会合の構成員につきましては、委員及び専門委員の中から委員長が指名することとされているところでございます。今般、この丸11行目に記載の通り、河野康子氏の方がですね、日本消費者協会理事が委員長指名に基づき、料金制度専門会合に新たにご参画をいただくということであるとともに、この村上千里氏、公益社団法人日本消費生活アドバイザーコンサルタント相談員協会理事がですね、同構成員を辞任することに伴い、以下の通り、構成員を選考することとしたいというものでございます。で、次のページとございますけれども、20行目以下にございます通り、まあ、こちら、料金制度専門会の構成員ということになっているわけでございますが、この36行目に書店の通りですね、新たに河野康子氏の方にですね、料金制度専門会の方に、ご参画いただくこととしたいというものでございます。こちら、はい、こちら以上、私からのご説明でございます。はい、どうもありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの説明の内容につきまして、委員の皆さんからご質問がありましたら、お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは本件はですね、報告事項でございますので、委員長として指名手続きを進めさせていただきます。どうもありがとうございました。それでは続きまして、議題の3、ガス小売経過措置料金にかかる原価算定期間終了後の事後評価について、に関しまして、伊藤管理官からご説明をよろしくお願いいたします。はい、取引監視課の伊藤です。資料をご覧ください。ガス小売経過措置料金にかかる、原価算定期間終了後の事後評価についてです。趣旨の欄をご覧ください。ガス小売事業者3社のガス小売経過措置料金にかかる原価算定期間終了後の事後評価について、2022年11月14日に開催された料金制度専門会合において事務局にて行った評価を確認いただいたため、その確認結果を報告するとともに、経済産業大臣への回答についてご審議いただくものでございます。主なポイント、14行目1ポツ、料金制度専門会合における事後評価の確認結果についてです。本省所管の対象事業者1社、および経産局所管の対象事業者2社の計3社のガス小売経過措置料金にかかる原価算定期間終了後の事後評価について、料金制度専門会合において、事務局にて行った評価を確認いただいたため、その確認結果について、資料5の1にて報告させていただきます。10ページをご覧ください。二ポツ総評でございます。事務局に行って、で、見て行った評価の結果でございますが、まず一つ目のポツ、審査基準のステップ1のガス事業利益率の基準については、個社の直近3カ年度平均の利益率が4社の10カ年度平均の利益率を上回る会社はいなかった。上記により、原価算定期間終了後に料金改定を行っていない、旧一般ガス、小売事業者3社について審査基準に基づく評価を実施した結果、変更認可申請命令発動の要否の検討対象となる事業者はいなかった。結論として以上を踏まえ、料金制度専門会合におきましては、今回事後評価の対象となった旧一般ガス小売事業者について、現行の料金に関する値下げ認可申請の対象があるとは認められなかった。このように取りまとめていただきました。1ページをご覧、1ページにお戻りください。2ポツ、20行目2ポツ、経産大臣への回答についてです。本省所管の対象事業者1社については、10月27日付にて、経済産業大臣から本委員会委員長宛に意見を求められていることから、委員会として、
回答案の通り、値下げ認可申請の必要があると認められる事業者はいなかった旨、回答を行うこととしたいと考えてございます。なお、経産局所管の対象事業者2社については、事後評価の事務を委任している各経産局において、院長名で経済産業局長宛に回答を行うこととなります。説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からご説明の内容につきまして、委員の皆さんからご質問、ご意見がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。それではですね、事務局からご説明がありました通り、委員会として経済産業大臣へ意見回答することとしてよろしいでしょうか。異論がございませんようですので、事務局案の通り、経済産業大臣へ意見回答することといたします。どうもありがとうございました。それでは続きまして、議題の4、ガス導管事業者の2021年度託送収支の事後評価について、に関しまして、鍋島ネットワーク事業監視課長からご説明をよろしくお願いいたします。はい、資料6につきましてご説明いたします。ガス導管事業者の2021年度託送収支の事後評価についてです。一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者以下、ガス導管事業者と申し上げますけれども、ガス導管事業者の2021年度託送収支の事後評価につきましては、11月14日に開催された料金制度専門会合におきまして、法令に基づく事後評価を行いました。で、その内容ですけれども、本日の資料 6-1 として添付しております。結論から申し上げますと、ストック管理、フロー管理、それぞれについて確認を行った結果、資料の23行目以下の結論となっております。まず23行目、括弧1ですけれども、事後評価の対象事業者のうちの4社につきまして、2021年度終了時点での超過利潤累積額が変更命令の発動基準となる一定水準額を超過しております。期日までに託送供給約款の料金の値下げ届出が行われない場合は、経済産業大臣及び所管の経済産業局長から変更を命令を行うということが妥当と整理しております。続きまして32行目からですけれども、事後評価の対象事業者となる3社の、いや、事後評価の対象、対象、すみません、事後評価の対象事業者のうち3社につきましては、想定原単価と実績単価の乖離率が変更命令の発動基準となる 5% を超過しております。一方で、現行の託送供給約款料金の水準維持の妥当性について、合理的な説明がなされ、料金制度専門会合においてもそれを確認いたしました。従いまして、これら3社については変更命令の対象外とすると、こういうことが妥当と考えております。で、上記のこのストック基準、フロー基準に該当しない事業者については、託送供給約款の変更を命じることが必要とは認められないと、こういう整理で料金制度専門会合においても妥当ということでございまして、資料 6-2 別紙において、所要の整理を行ってはおりますけれども、結論といたしまして、こうしたことで、各経済産業大臣および、こうしたことで経済産業大臣および各経済産業局長に意見回答をして、よろしいか伺います。回答の案文については、後ろの方に案をつけております。私からの説明は以上です。はい、どうもありがとうございました。それではただいまの事務局からのご説明の内容につきまして、委員の皆さんからご質問、ご意見がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
はい、それではですね、事務局からご説明がありました通り、委員会として経済産業大臣及び各経済産業局長等へ意見回答することとしてよろしいでしょうか。異論はございませんようですので、事務局案の通り経済産業大臣及び各経済産業局長等へ意見回答することといたします。どうもありがとうございました。第1部として予定していた議題は以上でございますが、他に何かございますでしょうか。はい、事務局から一点お伝えをいたします。前回の委員会からの間に1件、緊急での書面開催を行っております。一般送配電事業者からの報告について、につき、事務局団の通り、今後の対応について決定をしております。事務局からは以上でございます。はい、どうもありがとうございました。それではこれにて第1部を終了といたします。ありがとうございます。